はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。ちょっとね、龍馬くんのね、気力がなかなか170まで上がらないんで、ちょっといじりました。パイロット能力で闘争心をプラス2にして、出撃時に気力がプラス10でしょ。でさらに通常時で気力がプラス10でしょ。で、強化パーツで、魔人の心臓をつけたのでプラス20でしょ。これで140でしょ、初期値が。あとエースになってるから多分5とか追加されるのかな、ちょっとよくわかんないけどもうとにかくね、気力を上げることに重点を置きました。じゃあまあそのまま39は終わったから40か、40話へ進んでいきましょう。と思ったらシークレットシナリオ、死者来訪、エヴァンゲリオン系かな。ネルフの医療施設、まあ確かに世界どうなったの。君たちは元気だね。あれでも機体なくね機体はぶっ壊れたよね。だって強化するときなかったよ0号機と2号機。ああ、世界はあるんだ。時空融合、自分の目で見てもらった方が早い。そろそろ時間って何。世界の行方が決まる。日本ジオフロント、なんかフェニックスみたいなの。アウラ、はあはあはあ、工事もタフだな。両方の地球のすべてが吹っ飛ぶ。新しい世界を作る。ちょっとそろそろキャラクター大辞典でも見てみようかな分からない人たちが多すぎるからな。
に普通の顔だな。時間的な限界どれくらい？イスカンダルへ行け。バース。ようやくイスカンダルへの旅が再開するか。そんなん当分先だろう。寝るふない施設ってか売ってるものが全部一緒だなこんなにいっぱい買い手があるの。あんなん調査したくないよね使徒が来る。ジオフロントに接近中。パターンは青の模様。場合によっては彼にも出てもらう。0号機と2号機出せるんだ。てかさ、マリ本当にどうしたの？誰も触れないんだけど。ニュータイプとして目覚めたか。気をつけろ。ガーディムってどれだけの戦力持ってんの？
通に生きてる。エヴァ8号機。隠れた機能も分かったしねって。確かにあれ使うの。8号機アルファ、シンクロ率って何パーセントか分かんの？どこに書いてある？ 48% か。長距離ライフルね。ただ気力が120か。獣人第2形態140必要なんだ。こっちはガトリング砲しかないな、相変わらず。じゃあ2号機を前面に出していくか。ちょっとここら辺にしとこう。こっから狙ってくんのかよ。回避しよう。エネルギー的な問題だけだよな。そうすると多少なりともエヴァを鍛えておくべきだったか。5段階改造までは。ヒット&アウェイは持ってるね。さすがだ。パレットライフルしか撃てねえし。でもここら辺に移動しとくか。サンダースピア、これってさ、空大丈夫だよね。でここにいよう。首都からの攻撃はちょっとな、一旦放置しよう。エネルギーが消耗していく。援護攻撃もな、何気にちょっときついな。アンビリカルケーブルって50しか回復しないからね。一撃じゃ葬れないからな。よし、かわしてくれるとめちゃくちゃありがたい。クリティカルが出ても無理か。EX ポイントがね、3にならないとクリティ
タルが 1.4 倍にならないっていうのがちょいと厳しいかな。やばい、エネルギーが。なるほど、こういう時にカウンターを持ってるとだいぶ違うんだろうな。まあいいか、とりあえず段数的なものでいこう。ほい、で6ポイント溜まってるから3ポイント使って、パレットライフルで倒せるやつを倒す。で数を減らそう。結局1プラスになるから2で使えるね。よしよしよし、いい感じだ。ガトリング砲全然ダメだな。でこいつの攻撃はとりあえずかわす。よし、ナイスだ、倒せ。倒せない、熱血覚えだ。 OKOK、 よし、かわしてくれるとだいぶ違うからな。440機か。あ、エネルギー的には大丈夫そうだね。よし、熱血覚えた。ガトリング砲で倒せる？倒せる。長距離ライフルがあと何個だ？さてさてさて、あれ？また来るって。おお、567の使徒。安全第一って書いてある説得力ねえな。知らない方がいいこともある。渚薫。エヴァに乗りたいのかい？僕たちのエヴァ。セントラルドグマ。全員入れたらさ、大問題だろう。第2の人、リリス。
13号機。っていうとさ、あの長距離射程のやつが一番きついよね。第13号機ダブルエントリーシステム。お、ロンドベル来てくれるんだ結局。戦艦は2隻ヤマト。トレマヨスリックか。どうしようかね、まあ、主人公系は出すとしてアルパージール出そう。で前回出てなかったユニコーン系出すでしょ。まあ、グレートマイトガインはちょっと出しとかないとあれだから。でシンゲッター、あー人が少ない、パワーでいこう。マジンガーとマジンエンペラー、別のエヴァだ。再生怪人とりあえずエヴァシリーズ一旦下げるか。そうすると覚醒使えるのか。サブパイロット向きの精神をしてるね。まあ当たり前だけど。でゲッター、気力がいきなり165あるんだけどどういうこと上げすぎたかな。いやいや全然いいでしょ。でもここはでもな、激励を使っていかないと170にはならなそうだな。また例によってエヴァ下げよう。一回ピンクのエヴァ、ちょっと待って、ああそれなりに移動できるか。初期値プラス10っていうのはいいね。全然違うわこういう短期決戦の時に。リリー・マーセナスあれみんなもうもともとあれか、短期決戦だから気力が溜まってんのか、そういうことね。
いやいきなりさ記録がめちゃくちゃあってびっくりしたよ。人自体は4体か。マジンガーはまだ無理だね。ヤマトを出してエヴァは攻撃できないか。まだでこいつらはな、とりあえず一回熱血を使って使徒のヒットポイントを減らそう。ゲッターは攻撃できるかな。攻撃してこう。どん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 。おらっくない。よし、気力を上がれ。167。ユニコーンか。エンティリー発動させよう。フルアーマーとかさ外したいんだけど、これ一斉射撃やってから外そう。ヒットポイント自体は大したことないな。4万とか5万あったらめんどくさそうだけど。でこれでもう一回一斉攻撃やって、で次分離させればいいんだ。空竹割り4600だったら当たるね。いやもう使徒なんて敵じゃないよ。マジンガーは150にならないとマジンガーゼロにはなれないのか。で問題はこの長距離射程なんだよな。やっぱり狙ってくるね。よし、こいつに任せよう。熱血長距離ライフル。せめて足止めはさせてもらうにゃ。的を狙えば外さないよ。すげえスナイパーだな。こいつはいくつある？150かも。魂をかけて、槍か。槍ってあれだよね、接近するんだよね。君もニュータイプですか。準備はいいかい、シンジ君。こっちはいつでも。槍を使おう、シンジ君。
やった、やっぱり二人一緒だといいね。普通に強いんだけど、18000、記録170、熱血、幸運系がないな。祝福をかけるか。ストナーサンシャイン、これちなみにさあ、スマッシュヒットは無理か、敵倒してねえもんな。奴の再生能力を侮るな。だったらそれを上回るダメージを与えるだけだ。感じるぞ、ゲッターの力を。3つの心が1つに、俺たちの思いがゲッターのパワーを引き出す。トラーンシャイン。31000、超強いんだけど。気に悪い、生理的に合わない。いやーかわいそうだな、女性にそれ言われたらもう終わるからな。いやそれをさ決めるのはさシンジ君じゃないでしょう。艦長の許可を取らないと。一応これでもタックポイントがどんどん増えていくね。ボーナスステージだけど。引き続き運用、初号機、0号機、2号機、8号機、そして13号機は、あ、乗せ替えが可能なんだ。母さんの墓参り、
ということで、またボーナスステージを挟んじゃったので、第40話は、まあ、この次ですね。やっぱそれなりに時間はかかりますね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。